権限ポテンシャル。お、よ、調子はどうだマリウス。また来てる親父殿。太郎。あ、光ってる。あれ見た、あのガラケーのさ、あのメール来てたらピカピカ光るやつ。魔力を受け取る日と受け取らない日にばらつきがあるんだって。古バウルに聞いたぜ。でも親父殿ならわかるよね。何が気に入らねえってんだ。一丁前に好き嫌いしてんじゃねえ。あ、魔力そうなんだ。お前の母親も好き嫌いが多くて城の厨房係を困らせてばかりいた。マレノア様いなくていいんだ、そんなとこは。マレフィシア様もきっと呆れてるぜ。すげえ普通に雑談してるわ。マレノアは宿泊する俺たちを見てあの世で高笑いしてんだろうね。段階笑いしてそう。そういやレバーンも普段は優等生を気取ってたくせに。レバーン嫌いな野菜はよくテーブルクロスの下に隠してたっけ。テーブルクロスの下、テーブルの下じゃなくて。ほんと腹が膨れりゃ何でもいい俺とは大違いだ。え、親子揃って手間がかかるったらねえな。テーブルクロスベチャってなるじゃん。そんな今回の旅はネッサの国まで足を伸ばした。言ってたね。人間ってのはすごいもんだ。たった10年ほどで小さな村も大きな都市に発展させる。あ、もう10、あ、そっか、10年か。人間の進歩は想像をはるかに超えてる。おう、生粋の妖精であるお前にとってはどんどん生きづらい世界になるかもしれないな。生きづらい世界か、妖精が。またすぐに立つ。次こそはお前を返す方法を見つけてくる。ああ。だからそれまで。自然が減ってるってことなのかな。妖精が生きづらいっていうのは。眠れや眠れ愛しい子よ、お前がどうか夢の中導く光へと歩むように。ビボイ、親父殿のビボイが。おお、何ここ。この渓谷には竜が住んでるって伝説があったが。竜が住んでる渓谷、すでに廃城になっている。どこかに移り住んだのか、それとも。ああ、また違う土地に来たの。何年もかけてたどり着いたってのに無駄足か。ここはどこだ。少しでもいい、何か手がかりになるものはないのか。本当にいろんなとこ行ってんな。妖精も虫もいないなら城の家具でも敷物でもいい。お、城の家具、敷物。俺に教えてくれ、ドラゴンの卵を返す方法を。美女と野獣ですか。野獣の城。こうしてる間にもあいつは弱り続けてんだ。おう、誰でもいい、何でもいい、頼む、教えてくれ。おお、親父殿。なんでこの感覚は。魔力が勝手に指先から溢れていく。魔力漏れてるよ、親父殿。すべては過ぎ去る日のように。お、どこへ向かうも瞬きの迷う。映像してる。ファークライクレイドル、ユニーク魔法。ここで覚えたってこと。汚え記憶を混ぜてすみません。今のはこの城の過去の風景、俺の魔法なのか。ああ、ここでか。もう一度ここで習得したんだ。にへへへ、見える。少しだけだが、この場所に残されたものの記憶が。あ、こんな経緯でね。やった、この魔法があれば今までよりずっと調査できることが多くなる。これ太郎の
遠い過去の記憶、その中にはドラゴンの卵を返す糸口もきっと。タロウのための魔法じゃん。絶対に見つけ出してみせるぞ、あいつを返す方法を。もう絶対タロウを返すマンになってるじゃん。なんかあんなついでだとか言ってたのにな。やっぱりちゃんと愛してるんだな、太郎のことを。おお、寒い。手も足も凍りそうだ。めっちゃ雪国来てる。いかん、眠くなってきた。え、こんなところで遭難してるじゃん、親父殿。え、あ、犬来た。おい、あんた。あ大丈夫かい。老人も来た。犬と老人が来た。子供じゃないか。お、テディや。ソリで家まで運ぶぞ。子供じゃないですよ。テディ誰？あ、犬かよ。犬かっこテディ。ちょっと面白い。あのディズニーシーにね、テディ・ルーズベルト・ラウンジっていう、あんたドラゴンを探して旅してるのかい。レストランありますけど。あ、仲良くなってる。ああ迷惑をかけてすまなかった。すぐにおいともしよう。解放してくれたんだ。そんな体で何言ってるの。この辺りの冬は厳しい。子供一人で山越えは無理よ。ああ、子供じゃない、もうめっちゃ後期高齢者なんですよ。春までこの家にいらっしゃいな。あんたたち、この耳が見えてないのか。あ、耳。耳？あらま、あなた妖精さんなの？ああ、気づいてなかった。それじゃあ、あんたもしかして子供じゃないのかい？そうだよ、後期高齢者だよ。てっきりうちの孫娘くらいの年かと。子供扱いしてごめんなさいね。親父殿はスキンケアちゃんとしてるからな。怖くないのか。おう、どうして。あなたは私たちに何も怖いことをしていないわ。お偏見がない人たちだ。それはこういう人もいるんだ。春とは言わん、せめてこの吹雪が止むまではここにいるといい。優しい。冬の夜は長くてな。この老人たちの話し相手をしてくれんかね。春まで？春まで？老人か。話し相手を？それを言うなら俺の方がずっと老人だ。ああ、まあ年齢的にはね。とてもそうは見えないわ。ねえ、おいくつなの？肌綺麗だから親父殿。420。いや、もう430歳になる。あ、もうそんなに経ったんだ。そりゃ驚いた。はっはっは。そうだ、ばあさん。ばあさん、温かい飲み物を用意しておくれ。ばあが強かった。この年で人生の先輩に教えを超えるチャンスだ。おお。聞きたいことが山ほどある。それはそう、確かに。そうね、素敵な語らいには飲み物が必要ね。私たちと同じものでお口に合うかしら。確かに親父殿に聞きたいことはいろいろある。あ、ちょっと笑ってる。あ、親父殿が初めて人の優しさに触れる回じゃない？そういうこと？金箔リミット。あっという間に150年か。150年経ってる。お、俺ももう450歳。すっかりおじさんだ。おじさんなんだ450歳。わかんねえな、妖精の感覚。でも200年ぐらいずれたって言ってたよね、太郎。もうちょいじゃん、生まれるまで。これだけ巡ってもまだ行ったことがない場所があるのが驚きだ。世界ってのは広いものだな。いろんな場所行ってるな、親父とも。この150年で外の大陸はかなり様変わりしたぞ。
おう。最近は様々な国で夜の眷属にも渡航許可が下りるようになってきた。へえ。だいぶ旅がしやすくなったよ。昔は違法だったけど。石を投げられることも減った。妖精と人間の対立は人間の歴史の中じゃとっくに過去のものだ。確かに優しいおじいさんいたもんな。どんなに抗っても彼らの文明の発展は止められない。世界が変わったか。俺たち妖精はいずれ古きもの、おとぎ話の存在として忘れ去られていくだろう。あ、そうなの。だが俺はこれから生まれて悠久を生きるだろう。お前をおとぎ話の主人公にはしたくないんだ、マルウス。おとぎ話の主人公だから、早くその狭苦しい卵から飛び出してこい。ああ、外の世界は面倒なことも多いが、きっとそこよりは楽しいぞ。だから入学させたのかな。なあマリウス、親父殿、お前が生まれたら見せたいものがたくさんあるよ。親父殿。いや絶対そうじゃん。親父殿が入学した理由もそうじゃん。いろんなものを見せるためか。太郎とかシルバーとか。バンルージ殿。おっ、至急竜の都へ戻られたし。バウル殿。殿下の卵から急速に魔力が失われつつあります。え、失われてる。次の満月を待たずに星にお帰りになってしまうやもしれません。急に。バンルージ殿には直接顔をお見せいただきたく。はあ、ギリギリの時があったんだ。黒輪城来た。ザッザッザ。バウル。お、親父殿。バンルージ殿、よくぞお戻りくださいました。おー、閉められてる。マリウスの卵が危ねってどういうことだ。てか見た目変わってねえ、親父殿。落ち着いてください。そんなに締め上げられては息が。バウル殿が死んでしまう。お前たちがついていながらどうして。太郎。殿下はもともとは200年前に星に帰っていてもおかしくなかった。ああそうなんだ。それがどういうわけか、奇跡的に流られていた状態なのです。親父殿のおかげでは。しかしついにその時が来てしまった。そんな、もうどうにもならないってのか。結局返す方法は見つからなかったのか。塔の上をご覧ください。塔の上。なんだあれは。すごいことなってる。3ヶ月ほど前からマレフィシア様の魔力を一切受け取らなくなり。あ、3ヶ月。どんどん鼓動が弱くなってまいりました。そして先週からはあのように卵の周りに強力な結界を展開し、近づこうとすれば激しい雷を発して拒絶するのです。近づけないんだ誰も。接近を試みた医者と近衛兵が重傷を負いました。卵でもこんなことできるんだ。ハロー。女王陛下が魔法で抑え込もうとしましたが、激しい抵抗が続き、無茶をすれば卵が中身ごと潰れてしまう。ですから手も足も出ない状態で。でかつ死にかけ。卵が、あ、泣いてる。泣き声がする。太郎が泣いてる。え、お前たち、あの声が聞こえないのか。え、声、風と雷の音以外は何も。親父殿にしか聞こえないのこれ。なんで。マレウス。ああ、
続いた。バンルージ殿、まさか塔を登るおつもりですか。行くような親父殿は。行けません。あの雷撃を食らえばあなたの命が危ない。そんなにヤバいんだ。バカ野郎、目も開いてねえガキが一人で泣いてんだぞ。ああ、大人がガン首揃えて眺めてるだけでいいわけねえだろ。親父殿。待ってください、バンルージ殿。命がけだ。マレセ、ついた。うわあ、なんて威力だ。直撃したら一巻の終わりだな。だが、あれのアッサマみたいな雷を。お前が俺の呼びかけに返事をしてくれたのはこの200年で初めてじゃないか。笑てる。あ、泣いてる。この声、やっぱり間違いない。泣いてるんだあいつは。親父殿はわかるんだ、彼の感情が。怒ってるのか。悪かったよ、ずっとお前を返してやることができなくて。ああ。わあ。違うのか。わかんねえよ。泣いてないで、俺にわかる言葉で喋れ。あやしている、親父殿が。わあ。か。あ。よし、わかった。フード外れた。その息だ。もっと泣け。泣かすんだ。赤ん坊ってのはそれでいい。いいぞ、思いっきりやれ。親父殿。大丈夫？いって。食らっとる。体がバラバラになりそうだ。一巻の終わりのやつ食らってんだけど。マレノア、レバン。てめえらは空の上から高みの見物か。大変なことなってるぞ。いいゴミ分だな、おい。親父殿が頑張っている。まだお前らのところにマレウスは行かせねえぞ。マレウスは見るんだ、お前たちが見ることができなかった世界を。ああ、やっぱりそうなんだ。親父殿。そうか、マレウス、お前寂しくて泣いてんのか。寂しい。そうか、そうだよな。わあ、太郎、200年も一人でいたら誰だって寂しいに決まってる。この頃から寂しがりかよ。なんでそんな単純なことがわからなかったんだ。俺たちは寂しかったんだ。待ってろ、今そこまで行くから。ホテルで親父殿。あ、ああ、着いたぞ、もう少しで。わあ、ああ、今のは聞いたぜ。本当命がけじゃん。でも残念だったな。俺は緑ヶ原の走る城壁とまで呼ばれた元右大将だぞ。出た、その肩書き。これくらいでくたばれるほどやわにできてねえんだよ。すげえ頑張ってる。さあマレウス、次はどうしたい。俺は愛だな。俺はまだまだやれるぞ、あと100年でも200年でも。お前が根負けして卵から出てくるまで、あやして、あやして、あやしまくってやるからな。あやしまくり宣言だ。ハロー。え、何？なんか溜めてる。え、周囲の魔力が急速に卵に集まって、卵が欲しがってんのか。な、必殺技来る？何これ。お前やっぱり腹が減ってたんじゃねえか。痩せ我慢しやがって。
魔力を吸ってるのか。いいぜ、俺のも持っていけ。ああ、魔力でも寿命でも欲しいならいくらでもくれてやる。ええー、親父殿。ああ、だから出てこい、外の世界に。魔力を与えてる。ああ、この声は。ああ、やっぱり親父殿の魔力が必要だったのか。わあ、生まれてる、太郎だ。ベイビー太郎生まれとる。生まれ、本当に親父殿。いや、もう親じゃんこれ、ほぼ親。こいつ生まれたてのくせに一丁前に火を吹きやがる。初ブレス。見ろ、マレノアと同じ緑色の炎と目をしてるって。お前以外に誰もいねえか。二人きりだ、マリウス。ああ、やっと会えた。いやー、これは200年もかかっちまった。親父殿。いや、これは泣くなあ。あー、続いた。いや、ほんと、いろいろありすぎ、親父殿。何回、何回、何回ジンとくるんだ俺は、親父殿の夢で。非常ノーティス。ずっと思っていた。なぜ親父殿の夢はこんなに辛いことばかりが起きるのだろうと。ああ、ずっと見てたのか、みんなで。でも、ようやくわかった。劇場版じゃん。きっとこれが親父殿が一番幸せだった瞬間なんだ。ああ、そういうこと。戦って、傷ついて、失って、たくさんの悲しみの先にしかこの幸せは訪れない。確かにな。マレウス様がお生まれになったこの瞬間は本当にいろいろあったからな。マレウス様のご誕生にこんな経緯があったなんて。いや、セベックもそりゃ泣くわ。茨の谷の歴史書は何冊も読んだが、どれにも記されていなかった。あ、そうなの。おじい様はなぜこの素晴らしいお話を僕にしてくださらなかったのだ。確かにバウル殿も言わなかったのか。バンルージーよ、よくぞ王子殿下の卵を孵化させた。出た、元老院。奇跡じゃ、まさにお主は英雄ぞ。え、手のひらくるんくるんなんだけど。元老院さん。さあ、王子殿下と共に女王陛下のもとへ参るがよい。こんな態度変わんの。え、
お、違う。俺は、わしは、お、冷めそうになってる、親父殿が。ブルージオ、貴様、え、よくもその手でお世継ぎに触れたな。え、何これ、え、竜の卵にコウモリが魔力を注いで返したなど、前代未聞の醜聞だ。え、情緒どうなってんの。高潔なるドラクリア一族を怪我した罪は重いぞ。いきなりめっちゃ怒られてる。何これ、歪んでる、夢が。どういうことだ、世界が歪んで元老院たちが急に態度を変えたぞ。え、どういうこと、どっちが本当なのこれ。親父殿が気づき始めたんだ、これが夢だと。どっちが本当。ではリリア様が実際に受けたのは祝福の言葉ではなく、あんな罵詈雑言だというのか。あっちが本当ってことか。ああ、おそらく都合のいい夢を見ていた親父殿。元老院さん。二度と王子殿下に近づくな、コウモリめ。早くそやつから王子を取り上げろ。いや、ちょっとヘイト買いすぎじゃない。元老院、あ、え、連れてかれたの。早く医者を呼び、王子殿下をお見せするのだ。太郎。王子殿下、おかわいそうに。え、てか無能なこの兵のせいでご両親を失ったばかりか、不浄な魔力を注がれてしまうなと。この状態からよく入学できたな。王子殿下の御身に何かあったらどうするのだ、愚か者。え、そんな怒る。貴様ら、もう我慢ならん。あ、その侮辱、今すぐ撤回していただこう。バウル殿、いつの間にかいらっしゃっていた。バンルージ殿がどれほどこの国を、ドラコニアを愛し尽くしてきたか。いや、そ、親父殿いなかったら死んでたよ。いい、バウル、これでよかったんだ。いいんですか。これがきっと正しい、正しい。お、頭が割れる。親父殿が冷めようとしている。バンルージ殿、お気を確かに。うん。おお。え、なんだ、雷。こんなところにいたのか。おお、ようやく見つけたぞ、リリア。タロスさん来た、久しぶり。あ、続いた。え、あれ、もしかしてここ太郎が生まれたからってこと。生まれたからやっとこの世界に入ってこれた太郎が。その声はレバーン。え、お前いつ帰って。でもその角はマレノアの。あ、太郎やっぱ レバーンに似てるんだ。何者だてめえ。マレノア様にだと思ったけど。知らなかった、お前が自らの命を糧に僕を返してくれたなんて。太郎も初めて知ったんだ。僕を、何を言ってる。太郎もじゃあ劇場版で泣いてたのか。元老院の老いぼれども、よくもリリア。ああ、元老院しばかれる。おばあ様もだ。なぜ今まで僕に真実を隠していた。すごい怒ってる。違う、マレウス、口止めしたのはわしじゃ。あ、わしになってる。真実を知ればお前が負い目を感じるかもしれぬと。ああ、親父殿。なるほど、太郎のために。マレウスはまだ二本足の姿にもなれぬ赤ん坊で、頭が混乱してるぞ、親父殿が。何も考えなくていい、リリア。
お前がこれ以上苦しむ必要はない。はあ、親父殿。どんな夢がいい？父と母が生きている頃の夢か、それとも息子と共に穏やかに暮らす夢か。息子、あ、シルバーか。やめろ、わしは、俺は。親父殿、冷めてくれ。この僕がお前の望みを何でも叶えてやる。さあリリア、僕の手を。親父殿。親父殿。あ、シルバー、シルバーが言ってくれた。来たぞ。半透明じゃなくなった。夜明けの騎士、なぜお前がここに。違うよ。違う、お主は。あれ、シルバーのこともう忘れちゃった。シルバー、あ、そっか。セベク、またお前たちか。めっちゃ時間経ってるから。本当に寝つきが悪いな。まだ抗うというのか。抗うぞ、タロウ。諦めません、絶対に。また寂しくて泣いてるんだろ、タロウは。リリア様の思いを知れば、なおのこと。セベーク、たくさんの愛によってお生まれになった若様がこの世界の敵となり憎まれていいはずがない。確かに、いろんなもの見せたいって言ってたぞ。だから俺たちが絶対に打ち破ってみせます。マレフ様、あなたの祝福を。祝福、魔法ね。祝福。あ、親父殿、気づいた？あー、気づいたっぽい。記憶が戻ったぞ、親父殿の。笑ってる。なんで？よくぞ言った。それでこそわしの弟子じゃ。あー、弟子って気づいた。ようやっと頭がはっきりしてきおったわ、親父殿。すべて思い出したぞ、シルバー、セベク。ランタンもいます。それからグリムに監督せ。あ、ありがとうございます。いや、親父殿、親父殿の人生見ちゃいました。わしは随分と長い昼寝をしていたようじゃ。やってくれたのマレウス。いや、心強え。完全に冷めたか、リリア。親父殿なら何とかしてくれる？だが、心配はいらない。またすぐに寝かしつけてやろう。親父殿。このわしを寝かしつけると言ったか？生意気に育ったもんじゃの。うわー、強キャラ、心強い。やれるものならやってみよう。マジで？イナムムロ、わしに続け。勝てるんですか？勝つというか。一時退却じゃ。あ、逃げた。逃げるんだ、とりあえず。あ、やはりいくら親父殿といえど正面からでは。追いかけっこか。お前とこうしてじゃれ合うのは何十年ぶりだろう。太郎も楽しそうです。時間はいくらでもある。楽しもうじゃないか、リリア。すごい楽しそう、太郎。もうなんかテンションおかしくなってない？オーバーブロッドしているせいか。再開プレッチ。お、逃げた。わしがマレウスに隙を作る。その隙にシルバーのユニーク魔法でこの夢から脱出せよ。あ、やっぱ知ってるんですね、親父殿は。あなたを置いていけません。一緒に行きましょう。親父殿、行かないの？なに、マレウスの感触には付き合い慣れておる。え、魔法は？夢の中ではわしの魔力も枯渇しておらんし。あ、そうなんだ。力が有り余っとるあやつと遊んでやるにはちょうどいい。親父殿が食い止めてくれるのか。しかし太郎、心配するな。
マレウスはわしを再起不能にしたりはせんだろうよ。おお、父親に似たのか、非常になりきれぬ優しい男じゃ。おいや、めっちゃ心強いけど。シルバー、セベク、現実のマレウスのことを頼んだぞ。あ、でも親父殿がここで、はい、引きつけてくれていれば動きやすくなるのかな、外で、というか夢の中で。お、ダロ来た。見つけたぞ、リリア。さあ、どうしてやろうか。確かにタロを食い止められるのは親父殿しかいない。ずっと楽しそう、本当に。あー、バトル。僕が親父殿、お願いします。あまり手荒なことはしたくないぞ。ゾロ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 、誰？いっぱい来た。お、あ、やってるやってる。よく立ち絵で戦うな、親父殿の過去編。おお、氷が。さあ行け、早く。シルバーのユニーク魔法使えるのか、シルバー。このとっさに。お、絶対にあなた、みんなを眠りから覚ましてみせます。覚まそう。話したいことがたくさんあるんです。そうだな、そうだよな。お、約束じゃ、シルバー。シルバーとのことを見たからな、いろいろ。夢から覚めたらまた会おう。親父殿、頑張ってください。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。いや、マジ親父殿見る目変わるわこれ。いつか会った人に、いずれ会う人に。やってる。ミートインアドリーム。え、じゃあこれまた違う人の夢に行くのか、渡るのか。おお、夢の回廊来た。また落ちとる。次は誰の夢に行くんだ。おい、シルバー、これは誰の夢へ向かっている。イデアシかな、イデアシ。わからない。とにかく次の夢に渡って体勢を立て直すしかな い, いイデアシ夢見てたもんな。みんな俺から絶対に離れるなよ。またこれだ。てか、じゃあセベクマジでいつまで来てんだ。誰かの夢につく前に潰れたパンになっちまうんだぞ。イケメンと一体化する。あ、なんか光ってる。今何か遠くで光って、シルバーの顔面の輝きが遠くの反射物に反射し、あれ、オルトじゃない。なんだ、遠くからすごい速さで何かが近づいてくる。え、お、オルトの声した。飛行機、いや違う、あれはロボットだ。え、オルトだろ。おーい、オルト来たそういえばオルト助けに来てくれてるんだった。そう、僕だよ、やっと見つけた。夢の中入ってきてんのこれ。お前どうやってここに。ねえ、オルト来た。話はあとあと、とにかく僕に捕まって。あ、捕まれるのこれ。さあ行くよ、ワープ。ワープできるんだ。ホログラムじゃないのこれ、捕まれるんだ。え、すげえ。オルト来た。あー、イグニハイドだ。え、初めて来たんじゃない。あー、ドスン。毎回この無様な着地をするのはなんとかならんのか。シルバーの風魔法を使ってくれよ、最初みたいに。なんであれ最初しか使わないんだ。次こそ綺麗に着地して、ちょっと慣れてきてるな俺も、さすがに。いや、イグニア、もう絶対イデアシの夢の中じゃんこれ。イデアシを起こさないといけないってことでは、これ。ここは次はイグニハイド寮。来たね。一体誰の夢なんだマジでいつまで鎧姿なんだ
そればっかり気になるぞ俺は。いや絶対入れ足だろ。あれ、オルトは？あいつどこ行っちまったんだぞ。オルト、オルトいなくなった。何？まさか夢の回廊に置き去りに。いやいや、オルトが連れてきたんでしょ、ここ。皆さん、あ、少し落ち着いて。あれ？イデアシ、ちょっと待って、タイムタイム、タイムタイム出た。ハデス様、拙者は敵ではござらぬゆえ、そんな怖い顔で睨まないでもらって。あれ、これイデアシも起きてる？あ、あなたはなんか、あれ理解してる風じゃない？タンクがいなきゃボス討伐クエは始められない。これでようやく突入準備が整いましたわ。突入準備とか言ってる。前座は終わり。イデアシ、いよいよメインイベントの始まりだ。え、なんかなんか気づいてるっぽくない？イデアシ、お、続いた。ここでか。はい、というわけでここまでが予定してた7章のチャプター6なので、ここで一旦終了となります。まあ、すごい続き気になる感じのところで終わりましたけど、まあ続きはまた7章のストーリーが進んでからということで、まあ続きいつやるかはちょっと本当にストーリーの進み具合によりますけど、まあ早くても1年後とかになるのかなーって感じはしてますけどね。はい、じゃあということで、まあ7章一旦ここで一区切りってことで、ありがとうございました。